はい、えー、研究総括の京都大学の北川です、えー、令和5年度の未踏武士探索の募集、選考領域運営にあたっての研究総括の方針について説明させていただきます、えー、まず背景ですが 元素の特性を理解し、利用する材料開発は、従来、気象元素の代替、使用量削減を主眼とする元素戦略に基づいて展開されてきたということが言えます。ただ、昨今の環境エネルギー問題や持続可能な社会実現のためにも、なお一層材料の技術革新が必要、そのためには、これまでのですね各,各元素の潜在能力を最大限に引き出すと。 いうえーまあ、従来の考え方から、えー、複数元素間のシナジー効果、まあ、掛け算ですね元素の掛け算を最大限に引き出す考えへ、まあ、あの移していかないといけないということがあのこの,あの領域で強く感じているあの考えていることでありますでそのために、まあ、物質材料探査空間を複合化多元素純安定層等の これ1つの例示でありますけれど、未踏領域に拡大し、新機能材料を開発し、課題解決に貢献するということが、この領域の背景にありますで。概要でありますが、先ほど言いましたように、未踏空間における元素・高度利用のアイデアをぜひ募集したいと、例えば複合化、多元化、順安定層、そういったことがあります。 それとですね、えっと、卓越した研究実績に基づく、えー、実証戦略ということがあります。それとまあ、出口の定義はまあ仮説で構いません。えー、あの、まあ、プルーフオブコンセプトということで、まあ、新概念の、まあ実証をしていただいて、まあ、それが実証された時の出口がこういうものが描けると、それはあの、非常に基礎基礎科学でも構いませんし、応用研究、えー、実用化研究でもあの構いません。 それに関しては、ここに書いてます、仮説で構わないということであります。それを達成しろということではありません。でそのために、ですね、えー、合成のみのグループ、あるいは計算のみのグループというよりは、ですね合成、計算、計測の連携、融合、運営が、これ、領域としては少なくとも重要であるということであります。 でえー、先ほども言いましたように、プルーフ・オブ・コンセプトで、そのコンセプ新しいコン、まあ、概念、コンセプトをです、ね、実証していただくということが、まあ、このクレストの,あの主眼であります。でそのために、新しいコンセプトとか、まあ、アイデアというものをあの提案していただきたい。そしてです、ねえーと、そのためにあの、まああの、飛び道具も必要ですから、データサイエンス、あるいはハイスループット合成。 あるいはハイスルプット分析、でオペランド計測等を活用するということであります。まあ、繰り返しですけれど、まあ、元素戦略を、えー、これまでの既存の材料空間だけではなく、未踏材料空間に拡大して、そしてさらに進化していくということでありますで。本領域が求める研究でありますけれど、解決を目指す社会的課題、これはあの設定していただきたいと思います。 そのもの、それを直接やってくださいということではないんですけれど、まあ、あの提案の研究があのうまくいけばあのこうあの、最終的に社会的、こういった社会的課題が解決されるということは、まあ、明示していただきたいと思いますで、えー。提案者の元素を高度に利用するためのアイデアをベースに、えー、未踏の材料空間を探索するための方法論、これも開拓し、 そさまざまな物質の合成技術、まあ、非平行な合成技術も含めてということでありますけれど、そういったあるいは探索技術を提供し、あるいは新規に開発すると、そして革新的機能を実証する戦略的な研究ということになります。まあ、そのためにです、ね、新たな材料設計の概念とか方法論を打ち出すことを強く奨励させていただきたいと思います。 繰り返しですけれども、複合化、多元化、えー、重安定層等への見通し領域に拡大していかないといけませんので、まあ、そういった新しい、えー、材料設計とか方法論をが必要だということになります。で、えー、そういったアイデアの、えー、と新規性、あるいは裏付けとなる理論、予測もあの申請書の中に示していただきたいと思います。で、繰り返しですけれど、これ、毎年申し上げていることなんですが、 あの従来法のよくやる、まあ、改良型研究ですね、そういったあの提案は、あの我々としてましてはあの、領域としては期待していないということで、新しい、えー、アプローチで提案していただきたいということであります。で、想定する、まあ、研究項目でありますけれどここにありますように、新材料を未踏領域で効率的に探索するための方法。 あるいは例えばあのダイヤモンドとか金属ガラスに代表されるような非平衡物質あるいは多元素材料そういったもので、まあ、特異的に高機能を示し得る新物質を予測発見するための計算科学データ科学ハイスルプトスクリーニング手法こういったものがまずは考えられますそれと,、えー、とナノレベル構造の元素環境構成あるいはイシュラノレベル構造の複合配置 積層、海面等による、より機能を発現させる材料システムの設計手法。でまあ、ここに全てのほとんどの,あの物性をです、ね、対象にしております。電子、イオン、輸送特性、超電動、熱電特性、光物性、磁性、誘電性、化学反応性、触媒、分離、吸着の蓄電、構造材料。 えー、力学特性等の複数の物性機能を同時に、えー、満たす、えー、材料の、えー、設計手法ということであります。少しこのえっ、ー、とブルーで強調しているところはですね、えっ、ー、とこれまでの採択しているところにはまだ採択されている内容にはないようなところをあの少し書いてますけれど、まあこういったところもちょっとあの、えー、重点的にとは思っています。 それとですね、えー、と温度、圧力以外のエンジニアリング可能な要素を取り組んだ相図、あるいは有限温度での状態図を効率的に作成する技術なんかもあの想定される項目であります。でこれ、なかなか難しいんですが、まあ、人間が持っているひらめきとか直感、感性を、まあ、取り入れたプロセスインフォマティクス等の開発というのもあの期待したい、えー、研究項目であります。 でまた、えー、新材料を合成するための新規プロセス技術というのも非常に重要で、圧力、温度、雰囲気条件、えー、の時間プロファイルの精密制御、プラズマイオン、電磁波、溶液等を用いた新規の非平衡、低温、極端条件化プロセス、まあ、あのこれはです、ね、バッチ合成法などの、まあ、平衡合成には限界があるとあの、要するに未踏領域の物質を探索する中で、バッチ合成だけではあの足りないだろうということであります。 また、複数のナノイレベル構造を近接配置させるための局所的反応性制御、凝集化の手法、白膜結晶作成における基盤由来のオーリティ制御の方法の高度化、こういったいろいろなことが考えられます。あと、合成、精膜フロントの構造物性を局所的に評価するオペランド、その場測定とデータ科学的手法の連携等です。 あるいはです、ね、あの今、データサイエンス、まあ、いろいろとインフォマティクスとかこうさあのだいぶ流行しつつありますが、まあ、あの材料の、えー、寿命とか高,高耐久化とかある,あるいは寿命のテストの安定化、まあ、そういったことに資するインフォマティクスというのもぜひ期待しているところでありますで先行方針でありますが、まあ、あの材料分野はも問いません 軽症で,であろうが飛翔体であろうか、フレキシブルであろうかとか、そういう材料の正常も限定しません。私自身も学生時代はペルブスカイトやってましたし、えーえー、助手の時はですは、ね、有機電動体、金属削体、で低次元、電子系、あと最近ではナノ合金ということで、えー、とこういったまあ材料分野とか、あのー、材料の正常というのはあのー、限定しておりません。 元素は基本的に余すことなく全て有効活用すべきと考えております。で複合化、多元化、えー、順安定層以外の当然あの想定あの、まあ、なかなか私自身が想,、えっと、想定しないようなこともいろいろあるとは思いますけれど、ぜひ、水戸領域での材料や材料探索手法をご提案いただければと思います。繰り返しですけれど改良型研究あるいは ご自身の研究の単なる延長線上にあるような提案は対象外とさせていただきたいと思っています。で時としては当然ハイスループットスクリーニングというのは必要でありますけれど、えー、非従来型の材料,、えー、材,材料探索手法につながらない、まあ、例えばですね、えーと、ロボット工学による単なる省力化を主たる、えー、開発内容とする提案というのは対象外とさせていただきます。あくまでも、えー 従来の元素戦略や常識にとらわれない自由な発想で元素の行動活用のアイデアの新規性、これは裏付けとなる理論予測というのは必要でありますけれど、それを実現する戦略を明確にして提案していただければと思います。で研究体制に関しましまては、えーまああの 理想的にはです、ね、材料合成グループに加えて、まあ、計算科学、データサイエンス、最先端計測の機能を担うグループからなるチーム構成を推奨しますが、もちろん、あのえー、領域の中で、まあ、こういった計算科学デ、データ科学とか、まあ、そういうところのハブになる、あるいは最先端計測のところを担いますという提案でも、もちろん構いません。ただ、まあ、あのいろんなあの やり方があると思いますけど、まあ、材料合成グループだけで提案するというなると、ですねちょっと難しいところもあると思いますので、まあ、ぜひ、えっと、材料合成を主体とする、えー、研究代表者は、ですねぜひまあこういった、あのー、計測とか計算科学、データ科学なんか取り,入れた取り入れて一緒に提案していただければと思います。えー、それとです、ね、データ科学に直結するようなオペランド計測。 ハイスループと実験、こういったですね計測データをデータ価に直結するようなあの提案というのは非常に望ましいと考えております。あと、ですねあのよくあるんですけれど、研究代表者がなんかあの一律に各グループにお金を配分するようなことをしている提案もあるんですけれど、たまたまそうなったということであればそれで構わないんですけれど、基本的にはですね研究代表者がプロジェクト全体のせ成果責任を負え,えるようにですね、 あの適切に予算をあの配分、設定していただければと思います。で基本はワン、ね、チームあたり総額3億円直接経費ということでありますけれど、多岐の技術にわたる提案で真に必要と認められる場合は、まあ、総額4億円までの引き上げをまあ考慮します。ただ、あの一昨年、えっと、それとあの2年前もあの、4億円まで出そうと思ったほどの、ね、提案はあのなかなかなかったので。 まあ、あの4億円で出されるときはそれなりの提案をしていただきたいと思います。それとですね、あのイメージとしてはあの、トップサイエンティストがさらに難しい問題にチャレンジするといったような提案が非常に嬉しいと考えております。でも、これ繰り返しですけれど、元素間の新しいシナジー効果を提案していただきたい。それとですね 最近はですね、あのまあ、物性化学、物性物理の方もですね、割とデバイスが先導している研究が多くなっていますが、この領域ではあくまでも新物質科学が、物質科学が先導して、えー、社会の課題解決に当たるというふうなものを期待しております。で、えーとえー、とと当然トップサイエンティストがなあの難問題にチャレンジするというイメージですので、外部発表、まあ、トップジャーナル、 への掲載やまあ、東京の申請というものを重視しております。それとあの国内の研究者との共同研究では実施不可能なテーマについては国際共同研究を実施し国際協調論文として公表することも推奨しております。で、えー、第1期2021年は、えーえー、っとここにありますまあ有機が中心となったものあるいは有機無機のもので無機を主体とするもの あるいは金属系のもの。昨年度はあの有機、あるいは作、まあ、体みたいなものを中心とするもの、あるいは、えー、この向きの物質系、で金属と向きのハイブリッド系のようなところが。 えー、採,採択されてまして、まあ、あの縦軸に、えー、とおよそざくっとした物性、えーえーえー、といいますか、まあ、書いて機能を書いて横軸に材料の方の分野を書きますと比較的、まあ、有機とか、まあ、無機のところは割りとこう揃っているんですけれど、まあ、あの少し、えー、手薄なところはあの金属とか構造材料あるいは触媒、えー、高分子 まあそういったところがちょっと手薄というふうな感じです。で、2023年度、今年度のでのです、ね、応募者への期待ということでありますけれど、まあ、これ、昨年に引き続きですね未知の革新的物質の発見につながる提案というものを期待しております。で、デバイスの開発が主,主目的ではありません。それと改良型研究も期待しておりません。 でポートフォリオ的に少し抜け落ちている高分子材料、構造材料、触媒などのです、ね、提案を歓迎します。もちろん、あのそれ以外の材料系で、えー、優れたものであ,るありますとあの、ポートフォリオに関係なくあの採択する予定であります。合成とか、膜生成のプロセス最適化というのはあの対象外です。 あくまでもこの領域は新物質層を探索するということを目指しておりますので既存の,あの基地の膜をあのき,れいなきれいなものにするためのプロセス最適化とか、まあ、そういうのはあまりあのあの期待しておりませんそれとです、ねえっと、残念ながらあの2か年間で、えー、女性研究者が代表者のものはありませんで主たる共同研究者として参画する例も非常に少なくなっております ですので、まあ、女性研究者が PI、チームリーダー、あるいは主たる共同研究者として参画する提案を大いに歓迎したい、歓迎したいと思っていますで。あくまでもこれまでの仲良しクラブで、えー、固めて提案するのではなくて、その提案に対して真にベストな研究者をで構成していただきたいというふうに思っております。でまあ、日程でありますけれど、えー、締め切りは6月の6日正午。 ということで、本領域独自の提案書、フォーマットを使用していただければと思います。で、面接対象者への通知は、ここに書いてます通りで、7月21日、で一応、面接選考会は8月の3日を予定しております。で、採択となる可能性が高い方には8月の下旬で、課題のプレスリリースが9月の下旬、研究開発が10月以降ということになっております。 あの日仏共同提案の募集についてもあります、今年度も、ただです、ねあの、これ、正直申し上げまして、日仏共同提案するとあの、採択される可能性が高くなるということはありませんので、別に、内容をあのあと他のものと,と一緒にあのし見,て見ておりますので、ただあの、えー、たまたまやっぱりフランスのグループ入れないといけないということであれば、まあ、これを利用されたらよろしいかとは思います以上です。